情報収集もはかどるな。だったらもっと誰かを誘って回ればいいじゃないか。ダメダメ、情報は独占するからこそ価値が出るんだよ。とはいえ情報を集めるのに危険な目に遭ったりもするんだろ。だからこそ誰もついてきたりしないよ。人に恨まれたりすることもあるし、一緒にいたらろくな目に遭わないからね。って言うやつがいたら、よっぽどの物好きとしか言いようがないな。で、おい、その物好きって明らかに俺のことだろ。お姉さんに関わりすぎると大変な目に遭っちゃうよ。ねえ、一体どんな目に遭うのか恐ろしくて聞けない。そうそう、情報や家業なんてやってても割に合わないよ。でも、それでもアルゴが一人で危険にさらされるのは放っておけないよ。キーボー？アルゴの集めてくれた情報のおかげで、たくさんの人が助かっているだろ？もしその情報がなかったら、今よりもっと大勢の命が失われていたと思うんだ。例えば、その一人が俺だった可能性もある。キーボーは大げさだな。その実力だったら、俺っちの力がなくてもちゃんと生きていたよ。いや、本人だからよくわかるけど、それは違うよ、アルゴ。俺はアルゴからの情報で、
何度も助けられたことがあるんだ。そんなに言われると照れるじゃないか。でも本当のことだろ。だからさ、アルゴが俺と同じように危険な目に遭いそうだったら頼ってほしい。だってアルゴは俺の大切な仲間なんだからな。キーボーの情報追加、とことん女たらし。なんでそうなるんだよ。だってお姉さんを落とそうとしてるじゃないか。落とす？アルゴ、俺はそういうつもりでは。やはは、キーボーはすぐに赤くなるな。でも嬉しいよ、俺っちのためにそんなこと言ってくれて。じゃあ、いざって時は頼りにするからな。せいぜい鍛えておくんだぞ、キーボー。任せてくれよ。
そうだな。そうだな。そうだな。私がホローデータだったっていう夢。夢の中で街を歩いていると、みんなが私に向かって、お前は人間じゃないって言うんだ。私一生懸命否定するんだけど、だんだん体が透明になってきて、最後は粉々になっちゃうの。いつもそこで目が覚めて、また寝ようとしても同じ夢を見ちゃうんじゃないかって思うと、怖くて寝つけなくて。うん、わかってるんだけど、でもやっぱり不安で。キリト、このまま一緒に寝てもいいよね？ありがとう、キリト。先に寝ちゃっててもいいから。
そうだな。そうだよね。そうだな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 。夢見ちゃって。ごめん。また、ちゃんと一人でも眠れるようになるから。それまでは、お願い。ありがとう、キリト。キリトって、あったかいよ。すごく気持ちいい。だから、一緒にいると、安心できるのかな。キリトと一緒だから、そんな心配は。ちょっと。